ねえ、シェン君。どうかした？シェン君の、その、両親は今日いないの？あ、うん。親戚の法事かなんかで一昨日くらいからいないね。帰ってくるとしたら明日のお昼くらいかな。そうなんだ。うちの親がどうかした？あ、いや。シェン君のご両親が戻る前には、私は帰らないとなって。そんなこと気にしなくていいのに。それに。それに？いや。なんでもない。もう。そういうのが一番気になるんだよ。ニノは人差し指を俺のほっぺたにちょいちょいと当てながら、そんなことを言ってくる。単に、俺たち付き合ってるんだから。そのうちうちの親とも会うなら、早めに会っておいてもいいんじゃって思っただけで。自分で思うけど、俺は何変なこと言ってんだよ。自分で自分の言ったことに対して一通りそんなことを思っていると、こちらを向いて俺の膝に座っている、ニノの表情がどこかくらい気がした。さすがに無理にとは言わないよ。付き合ってるとはいえ、他人の親に会うのはいろいろあれだろうし。え？あ、そういうことじゃないんだ、私。親と折り合いが悪くて、この町に引っ越してきた部分もあるし、今は、あんまり人と関わりを持ちたくないの。千君の親がどうこうじゃなくて、私の問題だから、いつか千君のご両親と会いたいとは思ってるから。ニノの言うそのいつかが実現することはなかった。俺とニノが知り合った半年後の秋に、ニノが俺の前からいきなりいなくなり、その翌年の秋に俺の両親は事故に遭ったから、ニノがまた俺の前に現れても、俺の両親の方はすでにこの世にはいないのだから。だけど、この時の俺は、俺の大事な人たちがあと2年もせずにいなくなるなんてこと、つゆほども考えてはいなかった。夢か。こっちが夢で、あっちが現実ならよかったのに、思わず俺はそんな言葉をこぼしてしまう。はぁ、今日は早退しよう。よ。千秋くん。学校は？今日は普通の平日でしょ。その言葉、そっくりそのままお返しします。私は引っ越してきたばかりだし、もともと高校には通ってないから大丈夫なの。大丈夫ではなくない？今時高校卒業しておかないといろいろ大変なんじゃ。まあ、そのうち高卒認定試験でも受けるからとりあえずいいの。そんなことより、千秋くんがお探しのニノさんは見つかったのかしら。いや、まったく。見つかる予感すらしない。ニノかもしれない人なら目の前にいるんだけど。シノと会って早半月。初めて会った時より、シノがニノかもしれないと思うことは多くなる一方だ。ただ、少し不可解というか疑問なのは、俺が少しずつ、ニノのことを忘れていこうとしていること。か。いなくなっても探し続けている恋人の声を、体温を、渋さを、特徴を、だんだんと無自覚に過去のものへとしようとしている俺がいる。そんな俺が、俺は嫌いだ。ねえ、ぼーっとしてるけど、どうかした？え？あ、ちょっと考え事してた。話してる時に他ごと考えたりするのって、私に失礼だと思わないの？ごもっともです。ごめん。彼女さん探したりでいろいろ忙しいことわかってるから、今回は許してあげる。ほら。隣座っていいから。シノはそう言いながらベンチをポンポンとして、俺に座るように促す。それじゃ、お言葉に甘えて、俺はシノが促す通りにベンチに腰掛ける。なあ、シノ。どうかした？シノは、いきなりいなくなった恋人をいつまで探せる？あえてそれを私に聞いた理由を聞かないであげる。けど、そうね、諦めがつくまで探し続けるんじゃないかしら。ある日突然いなくなったのであれば特に、まあ、その状況になったことないから何とも言えないんだけど、千秋くんもそうなんじゃないかしら。2年前にたった半年だけ一緒にいた恋人を今でも大事に思ってるんだから。だな、そういえば、シノってなんでこの辺に引っ越してきたんだ？引っ越すなら、もう少し栄えてるところにすればよかったのに。言われてみればなんでだろ。自然がそれなりにあって、時間がゆったりしてるから？なんだそれ。てかなんで疑問系？私にもよくわからないんだもん。それよりさ、千秋くん、この後時間あるかしら？時間、用事も何もないけど。それならよかった。この後少し私に付き合ってよ。俺はシノに連れられ、近くのショッピングモールに来ていた。なあ、シノ。ん？シノって普段読書とかする？え？あんまりしないかな。字読むと疲れるし。それがどうしたの？いや、別に。もう、そういうのが一番気になるんだけど。やっぱりニノとシノはどこかダブル。それでも、ところどころ違う部分もあるから、同一人物というのは違うのかも。わかんないけど。千秋くんはさ、このままニノさんが現れずに、他の誰か、それこそ千秋くんに声を向ける誰かがいたらどうするの？考えたことなかったな。どうするんだろ。今の俺にはどうとも言えないかな。ただ、
俺のこの気持ちに落としどころや、諦めがつくまでは、他の誰かと付き合う気はないかな。絶対とは言い切れないけど。そう。それだけ誰かを愛せるのは素敵ね。そういえば、ニノってどこの高校に通ってるんだ？え？高校には行ってないわよ、私。俺の質問にニノは、何を当たり前なことをと言いたげな表情をして答える。マジ？マジもマジ。大マジよ、前にも話したと思うけど。私は親との折り合いが悪くて、家で同然にこの町に来たから。受験とかをしてる余裕なかったの。それに、私が高校に行っても、意味なんてないから。ニノが俺に聞こえるか聞こえないかの声量でそう言ったのを、俺は聞き逃さなかった。この時になんで？と、言えていれば、少しは違う未来があったのかもしれない。だけど、この時の俺は、気を使ったのか何なのか、ニノの言葉を聞こえてないふりをした。それより、そういうセン君はちゃんと授業を受けてるの？私知ってるんだからね。セン君が平日の昼間に私に会いに来るとき、今日は休みって言ってるの嘘だって。バレてたんだ。それはもう、バレバレもバレバレよ。まあ、そんなわかりやすい嘘をついてでも、会いに来てくれるのは、とても嬉しいんだけど。私に会うことを優先して、学業がおろそかになったら、私は、セン君の将来が心配になるから。大丈夫だって。進学できる程度にはちゃんと授業も出てるし、出席日数も余裕で足りてるから。いつも不思議で一度だけニノに聞いたことがある。なんでいつもニノは、自分より俺を心配するんだと。それに対するニノの返答は二つ。そう？と、それを言うならセン君も。セン君より私を優先すること多いよだった。今思えば、ニノが俺以外の誰とも関わりを持とうとしなかったことや、自分をあまり大切にしなかったのには、いろいろと、俺には想像もつかない理由があったのかと、今になって思う。こんなこと、この場所で言うのは場違いだってことわかってるけど、少し、昔話を聞いてくれる？唐突にニノに連れられるがまま来た教会の中で、ニノは俺にそんな言葉を投げかけてくる。ニノの話なら聞きたいけど。なんでここなんだ？場所はまあ、気にしないでほしいかな。誰にも見られたり、聞かれないで、二人になれるのがここだっただけだから。それならいいけど。昔話って？センくん。君が小さい頃から住む、この町から遠い別の町に、ある女の子がいたの。その子の親は、お世辞にもいい親ではなかった。見栄を張りたがり。威張り。自分より権力や武力、知力のある目上、格上の相手にはペコペコし、自分より劣っていると判断した相手には、強気な態度をとり、時には暴力をも振るう父親と、そんな父親が嫌で嫌で仕方ないのに、その父親が持つ権力と、財力に依存し、不幸な自分に酔いしれ、父親がクズなのは、娘のその子が悪いと、呪いのように響い聞かせてきた母親、そんな二人に挟まれ、幼少期から関わる人たちを決められ、少しでも親の期待に応えられなければ、しつけと称して、暴力を振るわれたり、何日も食事を抜かれたり、監禁されることは当たり前。それが、その子の日常。そんな日常、当たり前の中、唯一、その子にも心許せる相手がいた、小さい頃から。それこそ物心がついた頃から気づいたら一緒にいた友人が、誰にも理解してもらえなくとも、その友人だけがその子を理解し、心の支えになってくれた。心の痛みを、体の痛みを、お世辞にもいい親を持てなかった悩みも、すべてを共有できる、唯一の理解者、それでも、その子の親はその関係を許さなかった、気持ち悪い。その親基準の感覚で、その子と友人を引き離そうとした、だけど、その子と友人は、親や他の人の目を盗み、誰にもバレないように関係を続けていた、二人の気持ちは一緒だった。たとえ、誰にも理解されなくても、最後まで自分たちだけはお互いの理解者であろうと、その約束が。きっともうそれは約束じゃなくて、呪いだったんだと思う。自分たちで自分たちに呪いをかけて。その子と友人はより固い絆で自分たちを縛った。そんな呪いをお互いにかけて、その子は毎日を耐えて、耐えて生きていたのに、今。私とセン君が話してる、今、この時から1年前。その子にとって、その後の人生を左右する日は突然来た。いつものように。親の様子を伺いながら、朝食を済ませ、学校に行く支度をしていると、一体父親の何の金銭に触れたのか。いきなり父親に押し倒され、その子に馬乗りになり、手を振り上げる父親、その最中、その子は心の中で叫んだ。もう、こんな現実、いや、誰か。この人をどうにかして、それができないなら、私の代わりにどこかに逃げて。もう、私は疲れた。これが私がセン君に話したかった、昔話。
昔話って言っても、1年くらい前だけどね。俺は唖然としていた。予想もしていなかった話に、ニノが今まで体験してきたことに、ニノ。俺は、まだニノのこと何にも分かってないけど、よかった、本当によかった。ニノと生きて出会えて、俺は涙声でそんなことを言い、ニノのことを抱きしめる。ちょっとセン君、どうしたの？ごめん。俺、今、ニノに見せれる顔してないから。もう少しこのままでいさせて。わかった。わかったから、少しだけ抱きしめる力緩めて、少し苦しい。ごめん。セン君は本当に優しいね。こんな面白みのかけらもない話で泣いてくれるなんて、セン君は私にとって、二人目の理解者だよ。あの子とセン君。二人だけの理解者。センくんは、私のこと、本当に好き？ああ。好きだ。大好きだ。俺は誰よりも、何よりも、ニノのことが、大好きだ。ふふ。ありがとう。私も大好きだよ。センくん。けど、今日で最後。改めてお互いの気持ちを確かめ合った翌日、ニノは俺の前から姿を消した。それはまるで、元からニノがいなかったかのように綺麗に。シノと知り合ってからそれなりに時間が経ち、もうそろそろ秋が終わろうとしていた。ねえ、秋くん、少し前から話そうと思ってたんだけど。少し前から俺のことを秋と呼ぶようになったシノは、かなり言いにくそうに話を始める。どうかした？秋くんが探してるニノさんと関係あるかわからないけど、私。その、実は、3年くらい前から2年前の冬の、ちょうど1年間の記憶がないの。シノの唐突な告白に、俺は言葉を失った。